今日の県内は朝方日の差す時間もありましたが、気圧の谷や寒気の影響でぐずついた天気となりました。日中の最高気温は金沢市で 8.3 度、輪島市で 5.6 度でした。こうした中、金沢市の兼六園では年末年始の無料開放が始まりました。訪れた観光客はところどころ雪が残る園内を散策して楽しんでいました。兼六園とか、まあ、東茶屋とか、まあ、いろいろあって楽しいなと思います。2年前にも来ようと思ったんですけども、あのコロナで来れなくて、天気も幸いにも雨も降らなくて見るところ多くて、今日一日楽しみたいと思います。ちょっと茶屋街とかこれから行ってきたいなと思ってます。兼六園の無料開放は新年1月3日までです。